皆さん、こんにちは。東京大学法学部の河出芳江と申します。専門は大きく言えば政治学。え少し絞って言えば政治学史あるいは西洋政治思想史です。本日は、戦争と平和の政治学というテーマで、戦争と平和という極めて重要な問題に、政治学や政治学史政治思想史はどのように切り込んだか、 ということでお話ししたいと思いますさて皆さんは戦争による悲惨な被害を目の前にしてなぜ同じ人間なのに殺し合わなければならないのだろうかという思いにかられたことはありませんか 国家や民族の違いを超えて全人,類は全人類は一つとなるべきだという理想を歌い上げる反戦ソングに思い当たる方もおられるかもしれませんね。実はこうした人類の一体性を強調する思想の一つにコスモポリタニズム世界市民主義 とと呼ばれるものがございますコスモポリタニズムとは世界市民という言葉の語源はコスモポリテース。コスモポリテースというのはギリシャ語なんですけれども、これが元になるわけですが、それがヨーロッパに流入すると、フランス語ではコスモポリット、英語ではコスモポリタンという言葉を生みました。 コスモポリタニズムという語はそこから由来するものです。まあ、この世界市民主義、コスモポリタニズムというものを、まあ、ざっくりと定義づけるとですね、国家を超える人類の共同体を想定し、すべての人間がその一員であるとみなす考え方というふうに言うことができるでしょう。このようなコスモポリタニズムは、 古代ギリシャローマで成立した考えですが、近代のフランスでも盛んに捉えられることになります。典型的な例を一つ挙げましょう。私は自分の家族を自分自身より愛し、祖国を自分の家族より愛する。しかしながら人類を祖国よりもなお愛する。これは フェヌロンとというのの言葉とされるものです、まあ、実際に本当にフェノロンがこのような発言をしたのかというのは今となっては分からないのですが、まあ、フェノロンにえ大変な尊敬の念を抱いていた人物が、まあ、彼の伝記を書きましてその中にフェルノンフェヌロンがこのような言葉を発したというふうに証言が残っています。 この言葉ですね、この私はあ人類を祖国よりもなお愛するというこの言葉はフランス18世紀において、まあ、大変に人気がある言葉で、まあ、盛んに引用されることになりました少し分析してみましょうこの言葉は自分が一番可愛いという素朴な感情を少し広げると自分より家族を大切にするという段階に至るわけです 次のステップとしては、さらにより大きな単位である国家あるいは祖国のために貢献するという、まあ、より公共的な段階に至っていくわけです。しかし、それが最後になるわけではなく、さらに進むと、最終的には人類全体の共同体の一員としての義務を果たさなければならないという、まあ、そういった境地に至るというわけです。このように 無理なく少しずつ段階を追って人間が道徳的に成長していくことを求めるもの。これがこの言葉のインプリケーション、願意であるということができます。さて、このように見て,、ま、見てまいりますと、コスモポリタニズムとは、私たちがどのように生きるべきかを指し示す道徳的な理想ということができると思います。 しかしながら、本日のテーマは、戦争と平和の政治学であるわけです。戦争と平和の道徳的基礎といったようなテーマではなく、まあ、あくまでも、えー、戦争と平和の政治学であるというわけですね。それはコスモポリタニズムのような道徳的要請とは、一味も二味も異なるもので、良くも悪くももっと現実的なアプローチです。その特徴は、 実現可能な制度や仕組みによって少しずつ問題を解決するという、まあそういうものと言えるでしょう。政治学が戦争と平和の問題を対象にする場合、避けては通れない前提が一つあります。それは、世界秩序の本質は無政府状態であるという前提です。 一国においては政府が存在するわけですが、複数の国家や民族が共存する世界には、共通の権威、すなわち政府が存在しない。これが出発点になるわけです。この前提に発し、大きく分けると2つの対、二つの対照的な理論が成立します。第一のものは現実主義。第二の,第二のものは国際協調主義。あるいは、 リリベラリズムと呼ばれるものですここでちょっとご注意いただきたいのは、ここでいうリベラリズムというのは、国際関係論や国際政治学に独特な観念で、世界秩序というものは多元的なもので、国家以外の要素を重視しなければならないと考える立場であったりとか、まあ、人間の合理性に信頼を置き、 力の論理以外のファクターを考慮に入れようとする理論のことを指し示します。一般的に皆さんが理解するリベラリズムとはちょっと異なるものだということです。まあ、国際協調主義という言葉を使った方がわかりやすいかもしれません。さて、こういうふうに整理した上でですね。まあ、前者、すなわち現実主義者。 について見てみますと、この現実主義者は無政府状態にある世界秩序において平和な状態を維持するのは勢力均衡であると考えます。他方、リベラリズム、国際協調主義は経済的相互依存の進展や紛争解決のための国際機関の設立によって平和を実現していくと主張します。このあたりをもう少し 詳しく見てみましょう。まず勢力均衡です。この立場によれば、まあ、無政府状態としての世界秩序とは潜在的な戦争状態にあり、そこでは力、端的に言えば軍事力が決定的に重要になってくる。それぞれの国家は自国の安全と独立を追求し、他国、あるいは他の同盟諸国の軍事力が自国、あるいは 自陣への同盟国に優位しないよう常にバランスを取ろうとする。バランスが取れる限りで平和が実現すると、まあ、そのように主張するものであります。次に経済的相互依存です。これは世界大の市場、とりわけ自由貿易の実現を通して、まあ、財が交換されるようになると、まあ、利益の相互化が進み、徐々に国家間において まあ平和が実現していくと考える立場です。まあ最後に、この国際機関の設立について説明しましょう。それは文字通り、制度によって平和を達成しようという考えで、国際法であるとか、まあ国際機関を通した紛争の解決を目指します。え国際秩序にも限定的であれ、法の支配が実現していると見なし、ま、具体的には、 国際連盟、国際連合、国際司法裁判所といった、まあ、具体的な制度に期待する立場です。勢力均衡経済的相互依存国際機関いずれも現在の国際政治学や国際関係論にとって重要な、まあ、概念であるわけです。 えーまあ、しかしですね、本日の授業ではこの3つについてさらに掘り下げていきたいと思います。えー、すなわち、それぞれの歴史的、哲学的な背景を探っていく作業に入りたいと思います。まず最初に問うべき問題。えー、それは 国家や政府が存在しない状態とはいかなる状態かというものです。こうしたまさに政治哲学上の根源的な問いに正面から取り組み、一つの鮮やかな回答を導き出した政治哲学者が17世紀イギリスで活動したトマス・ホブスです。リバイアさん、リバイアさんをはじめとするホブスの政治理論の歴史的な背景は、 いわゆるイギリス革命、ピューリタン革命という言葉の方が馴染みがある方もおられるかもしれませんが、まあ、17世紀のイギリス革命でした。ホブスの目から見ると、革命に至る過程というのは、議会との間の激しい対立をきっかけとして、これまで盤石の基盤を持っていたかのように見えた絶対王政がもろくも崩れ落ち、 ついには悲惨な内戦が勃発した、まさに最悪の状態にほかなりません。しかも、こうした事態はイギリスに限られるものではなく、広く人間社会一般が潜在的に抱える根本的な脆弱さというものを暴露するものでありました。でそこから彼は以下のような哲学的な推論を開始します。 まず、国家というものが存在しない状態。それを彼は自然状態と名付けます。こうした自然状態において、個人はどのように行動するかを推測しようといたします。そもそもホブスの見るところ自然状態において、すべての人間は自己保存を最優先として行動いたします。ところが人間はこの状態において、知力においても体力においても、 大体において平等ですそのためにどうなるのかというとです、ね、まあ、他人との間で生存手段をめぐって、まあ、例えば食物や水をどうしても獲得しなければならないということになりますね。で、それを獲得しようと思うと、他の人もそれを狙って接近してくる、そういった状況を考えていただければ分かりやすいと思います。 まあそういったまあ生存手段,手段をめぐって争いが生じたとき、人は,人はですべ、ね、て自分が勝者になる確信が得られないというわけです。みんな力が同じなので、自分が確実に勝てるというふうには考えられないということですね。そのため、疑心暗鬼に駆られた人間は、少しでも安心を得たいがために、攻撃的観点というよりは、防衛的観点から他人と対立、構想してしまう。 というわけですまさに不信が戦争をもたらすというわけです。しかもホブスは自己保存のための対立構想はそれが生じてしまうというだけではなくそれがそれ自体正しいものだとも訴えます。すなわち自己保存は正当な権利でもある。自己保存のためにはどんな手段も自分が自由に判断して好きなように用いて 良い、それが正しいということになります。その結果として、自然状態とはホブスの有名な言葉を用いれば、万人の万人に対する戦争、すなわち戦争状態となるというわけです。ホブスはこのように悲惨な自然状態を描写した後に、人間はそれに耐えきれなくなり、全員が自己保存の権利を一人の主権者、 あるいは1個の主権を持つ組織に完全に譲り渡し、悪夢のような戦争状態から脱却すると結論付けたのであります。さて、えホブスが焼くところの自然状態は、あくまでも生身の人間を想定したものです。まあ、生身の人間同士の関係を想定したもので,したでありました。しかし、それは国と国との関係に置き換えても、 全く同じことが言えるのではないかというふうに読まれるようになっていきますえ。すなわち政府なき世界秩序において個人に相当するものは国家、あるいは主権国家であり、国家は個人と同様の行動をとるえ、すなわち自己保存を最優先に行動し、自国の利益、すなわち国益、ナショナルインタレスト、 と言われるものですねこうした国益のみをひたすら追求し国家同士は普段の戦争状態ににあるとということになります、まあ、実際ホープスの戦争状態としての自然状態は、まあ、内乱に苦しんだ、まあ、イギリスのような国の国内問題のみならずあるいはそれ以上に国と国との関係の本質をえぐり出したものとして読まれ続けていくことになります。 ただし、国と国とが常に実際に暴力を用いて破滅的な戦争を繰り返しているのかというと、もちろんそうではありません。相対的に平和な時期も存在するわけです。では、なぜ平和な状態が続くのか。それを説明する理論というのが、先にもお話しした勢力均衡、バランスオブパワーという考え方です。 この考え自体は、まあ、ホブスに限らず、まあ、誰か大思想家が唱えたものというよりは、実際の外交の過程で認識されるようになって言語化された、まあ、そういったアイデアではあります。この勢力均衡という考え方によれば、まあ、たとえ緊張関係にあっても、実際に暴力、まあ、武力を使うまでには至らず、 国家間が相互に抑制し合う状態、まさに力のバランスが取れている状態が、まあ、平和だという、まあ、そういうことになるわけです。まあ、ほぼ力が同じ相手に対しては、実際に武器を使うと、自分の方が負けてしまうかもしれないと思い、武力の行使を控える。まあ、これが平和だというわけです。 それが平和だというふうに言われてもそうでしょうか。なんだか、なんだか納得がいかないなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ、しかし、並、まあ、外れた軍事大国の存在を許さないように、まあ、諸国が、まあ、相対的に力という点で劣る諸国が協力することで、まあ、た例えば同盟を作ることでで,ですね、まあ、そのことによって、まあ、力のバランスを取って、 致命的な戦争が起きないように、みんなで少しずつ努力していくという、まあ、そういう考え方としてみれば、まあ、これも一つの平和のための処方箋ということは言えるかもしれません。 さて、えー、このようにですね、えー、この国と国との関係が無政府状態であって、戦力均衡のみが、まあ、武力衝突を回避するという考え方に続いて、えー、次の理論に移っていきたいと思います。えー、まず、商業の発展が平和をもたらすという理論にスポットライトを当ててみたいと思います。まあ、実のところ、こうした発想はいろいろな思想家、いろいろな理論家、 ががが述べているのののでですが中でも重要なのが18世紀フランスの思想家モンテスキューという名前を聞くと、立法、執行、司法の三権分立を唱えた理,理論家というイメージがあるかもしれませんね。しかし、モンテスキューの問題関心は広く、国家がいかにして反映し、そしてまた衰退するかを理論付けたい。 という野心を持っておりました。まあ、それが魔法の精神という作品にもなるわけです。さて、このようなモンテス教にとって、まあ、古代ローマというのは格好の分析対象であり、彼はまず、ローマがあれほどの繁栄を享受するに至ったのは、ローマの軍事力が他国を圧倒していたからだと分析いたします。ただ、まあ、ローマは あまりにも、まあ、つまりその素晴らしい軍事力によって、どん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 半島を拡大して、えー、非常に大きな帝国になってしまった。まあ、そのふ、そのように、あまりにも大きくなりすぎたため、肝心の軍事力を支える条件ですね。えー、まあそれが崩れてしまい、ガラガラと崩壊,し崩壊してしまったという見方も示しています。さて、で、まあ、それは少し脱線なんですが、まあ、こうしたまあ古代ローマの 分析を経たモンテスキューは、さらに問いかけを進めます。モンテスキューの生きた18世紀のヨーロッパにおいても、古代ローマと同じように軍事力により自国を強大化しようという試みがあった場合、それは古代ローマと同じように成功するかという問いかけです。モンテスキューの,ューの答えは、成功しない。 いいうのというものののともでありましたえどうしてでしょうかえそれは古代と近代ではある一つのけ、ある一つの決定的な違いがあるという、まあそれが理由です。その違いというのが、すなわち近代における商業の著しい発展という要素でありました。さて、でここで有う商業って何なのかということを説明しますね。ねこれは 国内を含みつつも、まあ、もっぱら世界大で展開される公益活動のことを指しています。まあ、当時はそれを商業という言葉で、えーまあ、議論していたというわけですね。えー、商業の発達は、まあ、次第に戦争というものを、まあ、無意味なものにしていく。 これが、まあ、モンテスキューの見立てであったわけですね。まあ、商業の発達のおかげで戦争なんかしなくても良くなっていくという、まあ、そういうことです。ここで、モンテスキューの言葉を引用してみましょう。商業の自然の効果は平和へと向かわせることである。一緒に商売をする二国民は互いに助け合う。一方が買うことに利益を持てば、 他方は売ることに利益を持つすべての結合は相互の必要に基づいているこれは本の精神からの引用ですこのように世界大の公易が発展すれば諸国民は財の交換によってお互いに利益を得られることを学び戦争によって公益が妨げられることを次第に嫌うようになり ごくごく自然な形で、より平和な時代が訪れる。まあ、これが、モンテスキューの見立てであったわけです。まあ、今日の私たちの目から見れば、そんなに簡単にいくだろうか、えー、少し素朴に過ぎるんじゃないかというツッコミも入るかもしれませんね。まあ、具体的には、うん、まあ世界大の公益活動が発展すると言っても、まあ、それが例えば自由貿易体制を目指すのか、 ある程度の保護主義を認めるのかといったまあ非常に難しいま舵取りも必要となってくるとは思います。ただまああまりそちらの方向に進んで議論を難しくするのは控えて、ここで一つ強調しておきたいことがございます。まこうしたまあ商業が あまあ、何と言いますか、戦争を回避していく。うん、当時の言葉で言うと、大罠商業なんていう表現もあったんですが、まあ、こうした大罠商業というような議論を支えるのは、あるタイプの新しい人間であるわけです。でどういうことかというとですね、まあ、かつては、まあ、例えば古代ローマなんか典型だと思うんですけれども、まあ、戦争において軍事的な栄光を求めるタイプの人間が主流であったわけです。 ところが、それに代わってですね、経済的な損得を優先し、物を生産したり、それを売買することに強い関心を持つタイプの人間が登場する。これを、ホモ・エコノミクスというような言葉で表現することもございます。こうしたホモ・エコノミクスが本格的に登場したということが、まあ、この大和な商業論といいますか、商業平和論というものを まあ、リアリティのあるものとして、えーまあ、登場させたということにもなっていくわけですえ。次に国家と国家等を連合させることで平和を実現するというアイデアを分析していくことにしたいと思います。 国際連盟であるとか国際連合また EU、ヨーロッパ連合のような国家連合体がまあ当たり前のように存在,存在する時間、当たり前のように存在する時代に私たちは生きております。しかしこうした組織を初期の段階で考案した人って誰でしょうか、まあ、国際連盟がまあ一つのヒントになるんですが第一次世界大戦後の国際連盟の生みの 生みの親であるウィルソンアメリカ大統領に影響を与えた書物として、まあ、しばしば言及されるのは、ドイツの哲学者、カントによる永遠平和のためにという作品です。1795年の作品ですね。しかし、実のところ、このカント自身が参考にした議論がすでにあって、ですね、えーまあ、むしろ 国際連盟の先駆者という名称は、その人物、あるいはその人物が書いた書物に与えるべきではないでしょうか。それがこれからお話しするアベド・サンピエールという人物の手による永久平和論1713年の作品であるわけです。サンピエールは18世紀前半のフランスの理論家で、 スペイン、スペイン、継承戦争によって、えー、苦しめられるヨーロッパを念頭に置きつつ、戦争なしに将来の国家間の紛争を終結させ、すべての,諸国,民の諸国民の間に公共的な商業を維持するためには、主権者間の常設の仲裁機関を設けるのが良いと提案いたしました。えー、彼は、 モンテスキューが後に展開する商業平和論のようなものについてはそれほど関心がなく、ただ単に商業が発展したからといって簡単に平和になるとは思っておりませんでした。そしてさらに重要なことは、この当時、大いに期待された勢力均衡による平和というものにも懐疑的で、 まあ、勢力、勢力均衡が平和をもたらすと多くの人が論じるけれども、そんなものはバランスが崩れれば、すぐ戦争になってしまう。まあ、非常に一時的であって、高級平和を実現するものではないとして知り解けます。まあ、つまりサンピエールはですね、まあ、さらに一歩を踏み出す必要があるという、まあ、そういう問題関心を持っていたわけです。 そこで、えー、この永久平和論という、あの、これは非常にタイの著作になっているわけなんですが、あの、えー、今ではですね、これが全部訳されておりまして、日本語で読むこともできます。で、まあ、この著作の中でですね、サンピエールは具体的には、諸国家の代表者、えー、これは一国一名です。まあ、これなかなか、あの、大きな国も小さな国も一国一名。 がまあ代表者として集って協議し、多数決で紛争を解決する、まあ、そのような仲裁機関を一個設立しようじゃないかというものです。す、え、べ、ー、ての加盟国は自ら一票を投じた結果、採択された仲裁機関の決定に必ず従わなければなりません。えー、まあ違反者には軍事的制裁が課されると。 ままで言われます、まあ、これは一言で言うならば、まあ、主権が一定程度制約されるということにもなりますね。まあ、かなり厳しいまあ議論、まあ、主権の制約をも、えー、まあ一部ではありますけれども、まあ、一部のではあっても主権の制約につながりかねないような提案でもあるわけですが、えー、しかし、サンピエールはですね、これは主権者にとってもとても都合がいいんだというふうに切り返します。 というのは、まあ、現状においては戦争というのは非常にコストがかかる。この膨大なコストを考えれば紛争解決の、紛争解決のためにまあ国家が連合し、合議のための連合体を設けて、その決定に従う方が、すべての国家にとってまあ国益にかなうというふうに論じるわけです。つまり、こうした連合体の形成によって主権がないがしろになったり、主権が踏み 踏みにじられたりするということはありませんよというふうに主張するわけです。さて、でまあ、こうした国家連合なんですが、まあ、当初はヨーロッパに設立するけれども、同じ手法を用いれば、いずれ世界に拡大可能であるとも述べます。いかがでしょう。 なかなかすっきりした提案ではないでしょうか。一国一票というのもなかなかラリカルな提案だと思います。まあ、国際連盟、国際連合、あるいは EU の制度と、まあ、ぜひ比較してみてください。まあ、いずれにしてもですね、こうしたサンピエールが求めた結果、サンピエールが求めた国家連合とは、戦争を回避するという目的のみで形成される、 極めて実利的な共同体に他なりません、まあ。とはいえですね、こうしたアイデアは当時にあっては、なんと高等,ななんと高等無形なアイデアかという形で、まあ、散々調子をされることになります。は、ま、じ、あ、め、こうしたプランをです、ねまあ、友人に披露して、まあ、同じようなことを言われた、まあ、サンピエールはですね、観光した後にどんな反応が返ってくるかというのをあらかじめ予想して、 自分の計画は決してコート向けではないということを必死に唱えます。そこで持ち出したのが、15、そこで持ち出したのが、15世紀末の帝国議会設立後の、まあ、いわゆるドイツ人の新生ローマ帝国であります。まあ、このように、新生ローマ帝国においては実際に実行できているではないか。これがとてもいいモデルだ。 私はそこからインスピレーションを得たのだというふうな形で、まあ、読者を必死に説得いたします。えとなりますと、神聖ローマ帝国が今日の国際連盟、国際連合、国際連盟、国際連合の原型なのかというふうにも想像できて、まあ、それはそれで好奇心をくすぐられるようなエピソードであるかもしれません。 さて、このように3つの立場がそれぞれの自分たちの主張を展開してきたわけです。しかし、この3つについて検討を加えた後で、ここで少し立ち止まって考えてみることにいたしましょう。というのも、こういった議論からは、実のところ2つの重要な論点が浮上するからです。 浮上するからに他なりませんさて、えー、まず第一の論点から見ていきましょう。えー、これはまあ簡単にまとめると、利益の論理と道徳的義務の論理という論点です。 振り返るならばですね、結局のところ、商業平和論も国家連合による平和構想も、為政者や国民の損得に訴える、まあそういった平和論であったわけですえ。すなわち、まあその議論の工程にあるのは、合理的に考えれば、平和は戦争より利益になるという、まあそうした 利益のの論理にに基づくもでであったとという,いうことになるわけですね。しかしながら、それだけで本当に恒久的な平和に向かうのでしょうか。特に主権をある意味では一部制約してまでも、まあ、国家と国家の連合体に参加し、そして参加したからには、その決定事項に、まあ、絶対服従しなければならない。 という、まあそういった選択肢がサンピエールによって提案されたわけなんですが、まあこの選択肢ってそう、やすやすと選ばれるでしょうか。いくらサンピエールが必死に訴えても、状況によっては戦争に訴えた方が利益になることもあり得るわけで。だとすれば、まあ仲裁機関から離脱、仲裁機関から離脱する国が出ても不思議ではありません。実際に、 国際連盟は、脱退国が、脱退国が相次いで、まあ、もろくも崩壊してしまったわけであるわけです。さて、そこで改めて、関東に登場してもらうことにしましょう。まあ、さっきもお話しいたしましたように、まあ、国家と国家を連合させ合、 合議によって紛争を解決するという、まあ、国際機関といいますか、国家連合体という、まあ、そうした制度を作るえ。そして具体的にそれがどういうえ、まあ、制度を持つのかという制度設計の面においては、まあ、実はカントではなくサンピエールの議論の方が、まあ、先駆者という、えまあ、名誉を受けるに値する。なこれはさっきお話しした通りではあるのですが、改めてこの両者を比較すると、カントが サンピエールとと決定的に異なるところがありますそれは何かというと、カントもその著作永遠平和のために,においてですね、平和が諸国民にとって利益になるという状況は、平和の実現のための追い風にはなる。 というふうに認めるわけです。まあ、これはですね、ま、まあ、彼があの一番念頭に置いたのは、あの商業が発展していくという、えー、まあ、むしろモンテスキュー的なあの商業平和論ですね。こんなことを念頭に置いて、えー、まあ、平和がまあ利益になるという状況は、平和のための追い風にはなる。しかし、それだけでは結局不十分だというふうにカントは考えるわけです。決定的に重要なのは、私たち全員が 人類への道徳的義務を確実に認識することである。まあ、これがカントの立場です。まあ、カントの言葉を引用してみましょう。えたとえそれ。まあ、それというのはまあ平和を実現する制度に従うことですねえ。たとえそれが己の利己心に犠牲を払わせるにしても、やはりそれは義務である。 えすなわち人類は平和的に共存しなければならない。まあ、これが義務という、まあ、そういうことになるわけですね。えこれはま,あまさしくですね、まあ、この講義の最初のところでお話しした、まあ、コスモポリタニズムというのはまあ道徳的要請であるというお話をいたしましたが、まあ、ここで再度、ね、こうした道徳的要請が復活するわけです。 まあこうしたコスモポリタニズム。まあ関東も広い意味ではこうしたコスモポリタンであるということが言えると思いますが、まあコスモポリタニズムの道徳的要請なくして、まあそれをまあみんなが満たすことなくして、果たして平和は実現するか。まあこういう問いになっていくわけです。 まあこれがカントのまあ斬新な部分、サンピエルにはない部分でありまして、まあ、道徳的要請というのは最終的にはとても重要なものとして改めて復活し、まあ、それなくして制度だけいくら整えても公共的な平和は実現しない。まあ、これがカント、またコスモポリタニズムのまあ真のメッセージということが言えると思います。 次に第2の論点に入っていきたいと思います。ですね。これは何かと言うと、世界が単一国家となるという選択肢をどう考えるかというものであります。これは国際政治においてもコッ b の理論に最後まで付き合うかというふうに言い換えても良いかもしれません。 これもまた思い出していただきたいのですが、まあ、ホープスは自然状態とは戦争状態であるえ。この悲惨な状況を克服するためには、国内においては全員が自然権を放棄し、主権国家を設立しなければならないと主張いたしました。えこの論理ですね、この最終結論まで引き受けるとすると、 まあ同じように人類社会においても単位である主権国家はその主権を完全に放棄し全てを統括する世界国家を1個設立することによって問題が真に解決する。まあホブスのメッセージってまあそういうものだったんではないかというふうにも解釈できるわけです。まあこうした世界単一国家ができることによってまあそれぞれ国家 と全く同じで、まあ、世界秩序も安定的な平和を実現できるというわけであります。えー、ただ、ここで実はもうすでにあの問題が浮上するわけですね。まあ、世界単一国家が成立してしまえば、まあ、もはや個々の国家というものは存在しなくなってしまうという、まあ、そういう関係に立つとも言えると思います。さて、こういう考え方にのっとると、ですね A、えー 永久的に続く平和というのは、まあ、世界単一の国家の設立なくしては、まあ、実現しないということにもなりかねないわけです。でこれは実は、世界大のまあ市場といったような話にも、まあ、パラレル、まあ、平行線上の議論がまあ可能であって、国境の壁というものをすべて取り払って、世界大の完全に自由な市場というものを形成すれば、 まあ本当の意味で、まあ、商業に基づく平和も実現する。まあ、国家もなくなって、えー、そして、まあ、それに伴って、えー、まあ、各地域がですね、完全に国境の壁を取り払っていく。まあ、そんなビジョンになっていくわけです。しかし、これはなかなか難しい問題です。確かに、こうやって出来上がる、えー、まあ、世界政府のようなものが、まあ、民主的なものであれば、 まあ、国内と同様世界的な合議体を設立し、そこでみんなで知恵を絞って問題を処理するという、まあ、世界単一国家構想となるわけで、まあ、こうしたものに魅力を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。えところがですね、まあ、18世紀の平和思想の回答としては、まあ、そのような、まあ、いわばのっぺらぼうな世界単一国家の設立には警戒せよ。 というまあ、これがまあ18世紀のの平和思想の回答でありました、まあ、少し解釈難しいんですがおそらくカントもこの立場に立っていたというふうに言えるでしょうこの講義のまあ一番最初に示したまあコスモポリタニズムのまあページにおいて取り上げたフェヌロンの言葉をまあもう一度思い返してみたいと思います 私は自分の家族を自分自身より愛し、祖国を自分の家族より愛する。まあ、しかしながら人類を祖国よりもなお愛する。えー、これはこの模式図に見られるように、自分を中心にして、ちょうど水面に石を投じると、同心円状に輪が広がっていくように、自分、家族、まあ、地域、えー、祖国、国家、 そして最終的に人類に広がっていくという、まあそういった理想を語っていくものでありまして、まあ自分も家族も祖国も人類も、まあ同心円のような関係において調和的に共存するということを理想,を理想とするものでありました。えー、国家や民族が存在しない世界単一国家ではなく、国家と国家の連合、あるいは連邦、 のような体制が目指されていたと整理することができるでしょう。さて、果たして私たちは世界市民としての、まあ、道徳的義務を持つ存在としての自覚を、まあ、全員が一致して持つことができるでしょうか。また、ありうべき未来の平和のための制度、 というのは、そうした単一国家を目指すものなのか、まあ、何らかの形で既存の国家や民族という枠組みを残して、まあ、その上に、まあ、限定的な、まあ、共通の、えーまあ、何らかの制度を設ける、まあ、そういったものになるべきなのでしょうか。これについては簡単な回答は出ません。 むしろ今でも厚い議論が展開しているといった方が良いと思います。こうした二つの問いかけというのは、いわば本質的なところで、つまり歴史や哲学も総動員して考えていかなければならない問題ではないでしょうか。今回の授業でお示し今回の授業でお示し,した考え方というものを一つの手がかりとして、 皆さんがさらに戦争と平和の問題について議論を続けていただければ幸いです。さて、えー、それではですね、最後に今回の授業で、まあ、用いた、まあ、参考文献を お示ししたいと思います、まあ。今回の授業に関連する参考文献ということです。さて、えー、それでは戦争と平和の政治学と題した私の授業はこのぐらいにしておきたいと思います。えー、最後までお付き合いいただき、どうもありがとうございました。